皆さん、こんにちは。今日は歴史上最も重要な科学者の一人、アイザック・ニュートンの物語をご紹介します。彼の功績は、私たちの世界を理解する上で欠かせないものとなっており、今日もその遺産は輝き続けています。アイザック・ニュートンは1643年に生まれました。彼が生まれた時代は、科学がまだその幼年期にあった時代でした。しかし、彼の頭の中では革命が起ころうとしていました。彼は自然の法則に深く魅了され、その神秘を解き明かすことに情熱を傾けました。ニュートン自身が語るところでは、私は常に自然を問い続けてきました。なぜなら、その答えが私の中で最も明るい光を放っているからです、と。若い頃のニュートンは、まるで時間を忘れて研究に没頭することができる人物でした。彼は物理学、数学、天文学において画期的な発見を重ね、その業績はやがて彼を不朽の存在へと押し上げます。しかし、彼の成功の背後には数々の挫折と苦悩がありました。彼はこう述べています。私の道のりは決して平坦ではありませんでした。だが、私はくじけることなく、夜を通して星空を眺め、答えを探し続けました。彼の最も有名な法則の一つ、万有引力の法則は、一つのリンゴが木から落ちるのを見たことからインスピレーションを得て生まれたと言われています。彼は、なぜリンゴはいつもまっすぐ地面に落ちるのか、と問いました。ニュートンはこの単純な疑問から、地球が物体を引っ張る力、すなわち重力を持っているという画期的な理論を打ち立てました。彼は、この力は宇宙全体に及び、星々の動きにも影響を与えていると述べました。彼の理論は当時の人々にとって驚異的であり、彼のアイディアは物理学の世界を変革しました。彼の研究は人間が自然界を理解し、操作する能力を大きく向上させました。しかし、彼の理論は後の時代になってからも発展し続けています。量子力学の登場により、ニュートンの法則には限界があることが明らかになってきました。量子力学の世界では、物体は波としても粒子としても振る舞うことができ、ニュートンの法則だけでは説明できない現象が数多く存在します。しかし、これはニュートンの業績を軽視するものではありません。彼の理論は、私たちが今日持っている知識の基盤を作り上げ、科学の進歩を促進しました。彼の情熱と好奇心は、今もなお私たちを魅了し続けています。アイザック・ニュートンの旅は、彼自身の一生を超えて続いています。彼の発見は、未来の科学者たちが新たな真実を解き明かすための灯火となっているのです。17世紀、科学の世界はまさに変革の真っ最中。そして、その中心にいたのがアイザック・ニュートンです。光にはどのような秘密が隠されているのだろうか。ニュートンはこの問いに取りつかれていました。彼はプリズムを使用して光を分解し、光が異なる色の成分からなっていることを発見しました。光とは何か。この単純な疑問が彼を新たな科学的領域へと導いたのです。光は小さな粒子からなっている。それはまるで踊るように色とりどりに私たちの目の前できらめいている。ニュートンの光に関する研究は彼自身の時代を超えて後世に大きな影響を与えました。彼の理論は光と色の本質を理解する上での出発点となりました。私はただの子供だ。砂浜で遊んでいる。時々真珠のような真実を見つけることができる。でも真の真実はまだ海の底に隠れている。しかしニュートンの理論には反論も存在しました。波動説を提唱する学者たちもいましたが、ニュートンの影響力は絶大でした。光が波であるならば、なぜ私たちは角を曲がってくる光を見ることができないのだろう。この反論にもかかわらず、光の波動説は徐々に支持を集めていきました。そして19世紀になると、
マイケル・ファラデーとジェームズ・クラーク・マクスウェルの研究により、光が電磁波の一種であることが明らかにされました。光は電磁波として存在している。この不可視の波が私たちの目に映る光となるのだ。こうしてニュートンの時代から数世紀にわたる研究と議論を経て、光の本質に関する理解が深まっていきました。私たちの理論が正しいならば、光と電磁波は同じものである。そしてそれは宇宙の基本的な力の一部である。ニュートンの光に対する情熱と探求心は彼の時代を超えて私たちに大きな財産を残しました。彼の精神は科学の旅を続ける私たちにとって永遠の指針となっています。ニュートンの残した疑問と探求心は今でも私たちを新たな発見へと導いている。彼の精神は科学の火を絶やさない。引き続き光の波動説に焦点を当てていきましょう。19世紀にはこれまでの光の理解を一新するような進展がありました。実験を重ねる中で私は確信に至りました。光は波動の性質を持っているのです。この二重スリット実験がその証拠です。ヤング博士の実験は画期的でしたが、それでもまだ疑問は残されていました。これは興味深い結果ですが、光が直進する現象をどう説明するのでしょう。そして光が波動であるなら障害物の裏側にも届くはずですが、それは日常的には観測されません。波動説はまだ完璧ではありません。そんな中、新たな登場人物が現れます。光は電磁波の一形態であると私たちは考えています。これは全く新しい発見です。私の方程式が示す通り、光は電磁波として存在し、これは宇宙の根本的な力と関連しています。こうして光に関する理解は大きく前進しました。しかし謎はまだ残っています。未解明の現象がまだ多く存在します。私たちの探求はこれからも続いていきます。光の波動説が正しいとしても、私たちの学びはここで終わりではありません。では光の奥深い世界を探求していきましょう。20世紀初頭における量子論の登場とその影響に焦点を当てていきます。私が導入した量子仮説によれば、エネルギーは不連続な単位でしか取引できないというものです。これは物理学の世界を根本から変える可能性があります。プランクの提唱した量子仮説は当初多くの抵抗に遭いました。しかし次第にその価値が認識されていきます。光電効果の現象は光が粒子として振る舞うことを示唆しています。これは波動説だけでは説明できません。光が波と粒子の両方の性質を持つというのは非常に革新的な考え方ですね。光の本質に関する理解は再び大きく変わろうとしていました。私の原子モデルでは電子は特定のエネルギーレベルでしか存在できないと提唱しています。これもまた量子論の一部です。ボーアのモデルは原子の内部がどのように動いているのかについて私たちに新しい視点を提供してくれました。20世紀の物理学は量子論の登場によって大きな転換点を迎えていました。私の不確定性原理は粒子の位置と運動量を同時に正確に知ることはできないと述べています。これは量子世界の根本的な性質です。私の波動方程式は粒子の波動性を記述しており、量子世界の理解をさらに深めることに貢献しました。こうして20世紀初頭の物理学界は激動の時期を迎え、光と物質の本質についての理解は新たな段階へと進んでいきました。量子論がさらに発展し、新たな理論やアイデアが登場する様子と、それが科学哲学に与えた影響を探ります。
量子力学の美しい方程式を発見しました。これにより粒子と反粒子の存在を予言することができます。ディラックの方程式は非常に革命的で、物質の基本的な性質についての理解を深めました。量子力学の発展は実験結果との整合性を保ちつつ、理論の枠組みを広げることに成功しました。量子力学の発展には新しい解釈が必要です。これが私の提唱するコペンハーゲン解釈です。ハイゼンベルクの言う通り、量子力学は従来の物理学とは全く異なるアプローチを必要とします。しかし、この新しい解釈は全ての科学者に受け入れられたわけではありません。神はサイコロを振らない。量子力学の確率的な性質には納得がいきません。私の不等式は量子絡み合いが実際に存在し、遠隔相関が生じることを示しています。これは非常に奇妙な現象です。量子力学の奇妙さは科学者だけでなく哲学者たちも引き寄せました。量子力学の確率的な性質は自由意志と決定論の問い直しを迫ります。現象と実在の関係も量子力学の文脈では再考が必要です。こうして量子力学は科学だけでなく哲学にも大きな影響を与え、我々の世界観を根底から揺るがしました。量子コンピューターと量子情報の時代へと進みます。ここでは量子コンピュータの台頭と量子情報理論の発展に焦点を当てます。量子コンピュータの開発が進んでいます。これにより従来のコンピュータでは解けなかった問題に挑戦できます。量子ビットを操作して量子重ね合わせと量子もつれを利用することが重要です。量子コンピュータは情報処理の方法を根底から変える可能性を秘めています。量子暗号により、より安全な通信が実現できます。量子キー配布はその一例です。量子コンピュータの登場により、現在の暗号システムは脅威にさらされています。量子耐性暗号の開発が急務です。量子技術はセキュリティの分野に革命をもたらしましたが、同時に新たな課題も生じています。量子コンピュータは情報と物理現象の関係についての我々の理解を変えるかもしれません。量子情報理論は情報の本質に関する哲学的な問いを提起します。量子情報理論の発展により、情報、実現可能性、現実の概念が再定義されつつあります。量子コンピュータは将来科学や薬学の分野で画期的な発見をもたらすかもしれません。こうして量子コンピュータと量子情報の時代は、新しい可能性とともに新たな課題と問いをもたらしました。次は量子世界の未来と人類の役割に焦点を当てていきます。私たちが目指すべき量子世界の未来と、その中での人類の役割に焦点を当てていきましょう。量子コンピュータは将来的には現実世界の多くの問題を解決する鍵となるかもしれません。だが量子技術の発展にはまだ多くの障壁があります。エラー訂正や安定性の確保が重要な課題です。量子コンピュータの可能性は広大ですが、その実現には技術的な困難を乗り越える必要があります。量子通信ネットワークの構築も進んでいます。これにより世界中で安全な情報交換が可能になります。量子通信は現在のインターネットの脆弱性を克服する一歩となるでしょう。量子技術の利点を生かしつつ、新たな脅威にも備える必要があります。量子技術が私たちの生活に与える影響は計り知れません。それは哲学的な問いも引き起こします。量子世界の理解が深まるにつれて、私たちの存在や認識についても再考が必要になります。量子技術の未来は輝かしいものであり、人類はその可能性を最大限に生かす責任があります。
私たちは量子世界の秘密を解き明かし、未来の世代のためにそれを活用する役割を担っています。ここで描かれた未来が現実になる日は遠くないかもしれません。今回のシリーズでは量子コンピュータとその背後にある原理について深く掘り下げてきました。ここでは未来への展望とこのシリーズの総括をしていきます。量子コンピュータは革命的な技術であり、未来の計算能力を大きく変える可能性があります。その実現にはまだ多くの課題がありますが、その壁を乗り越えれば無限の可能性が待っています。科学と技術の進歩は止まることなく、量子コンピュータもその一部です。量子技術は通信から医療、物流まであらゆる分野に革命をもたらすでしょう。しかしそれに伴いセキュリティの問題も一層複雑になります。私たちは常に警戒を怠らず、新たな脅威に備える必要があります。量子コンピュータの可能性は計り知れず、その進化は私たちの想像を超えるかもしれません。私たちの世界観や価値観も量子技術とともに変わるでしょう。新たな時代の到来を私たちは目の当たりにしているのです。量子世界の深い理解が私たちの生き方や考え方に影響を与えることでしょう。このシリーズを通じて量子コンピュータとその影響について深く考える機会を提供できたならば、私たちの目的は達成されたと言えるでしょう。未来は明るく、量子コンピュータはその中心にあります。私たちの冒険はまだ始まったばかりです。量子コンピュータの世界は複雑で神秘的ですが、それを解き明かすことで私たちは新たな地平を開くことができます。このような興味深いテーマをこれからもお届けしていきます。もしまだチャンネル登録していない方はぜひとも登録をお願いします。そしてあなたの感じたことや思ったことをコメントでシェアしてください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。